で、こっちの A と B と書いてあるから、これが1日2回から4回で、いろんな薬が混ざってるから、よく振ってください。でこれもともと蓋開けて、目薬の入れ物なんで、それに粉薬振り入れて、お水で溶いてます。はい、ごめんね。あ、じゃあこちら側に来てもらっていいですか。ちょっと、すみません。こちらの方に。よっ。そんな感じでちょっと持ってもらってね。顔が浮く。で、大丈夫大丈夫大丈夫。まずい。まずいか。薬だからね。こっちの。もうちょっと甘くする。まあ一応ブドウ糖ちょっと入ってるんだけどね、両方とも。まあでも。あ、食べたね。ね、両方とも上手に飲んでますよね。えらいえらい。大丈夫。で、飲み終わったら、軽く拭いてもらうと。はい、じゃあもう。これね、コンディショナーと T3 なんですけど、コンディショナーというのは保湿する作用があります。で、鎮水オイルというのは炎症を介入を抑えるサプリメントなんですけど、これをですね、お出ししますので、2キティぐらいずつさ、1、2と、自分の手に吸い込んで、大丈夫、大丈夫、大丈夫、さっきのでね、ごめんね、ごめんね。大丈夫大丈夫、もうお薬じゃない、お薬じゃない、すり込んであげてください、はい、慣れてきたら直接パラッと落とすもんですけど、まずはちょっと手からやってください。そんで、ちょっとごめん、びっくりした、ちょっと持ってくれる、落ちそう、ちょっと落ちそう、はい、ありがとうございます。で、まああと終わったらね、はい、ちょっと蓋開けてくれる、はい、これやるわ、危ない、ブラッシング。ごめんね。ごめんね。ごめんなさい。衝撃的だったね。そんな好きじゃない。これはなんか100円ショップで売ってるなんかマツケかなんかやるやつ。てか歯ブラシでもいいです。柔らかい。で、あんまり嫌がるんだったら手でこう。要は皮膚を刺激してあげて血液循環を良くしてほしいんですよ。だった、これはまあ、なくなるまで使ってもらっていいです。あ、それと目視で薬ね、最後で、寄生虫を予防治療する薬ね。はい、ごめんね。これはここに一滴薬を垂らすと、で、ここから薬が吸収されていきますので、2時間ぐらいで吸収してますから。はい、じゃあ、いいよ、蓋して。これも、蓋してくれても難しい。だから、ちょっと見たかもしれないけど、勉強になって、この薬を飲ませることと、セットでね、概要ね、まあ、2滴ずつ。ティーツリーオイル、ティーツリーオイルね、まあ、もともとコスプレーに入ってるやつなんだけど、ちょっと大きいんで、それでちょっと点眼に入れたんですけど、もともとね、人間でね、オーストラリアの原住民の人は、怪我したりとか、皮膚病になったら木の油塗って直したんですよ。それをアメリカの先生が見て作られたのがティーツリーオイル。それからもう一個の、これワンちゃん、猫ちゃんの皮膚の弱い子用のコンディショナーなんですけど、まあ、保湿作用があります。保湿してあげると皮膚のバリア機能が上がって、まあ、介入をちょっとでも抑えるかなということで、まあ、この両方をちょっと取り込んで、患部にね、患部だけじゃなくて全身につけたり、やったりくださいね。
で、あんまりさえ変わったことがあるんだったら途中で電話で病院の方に電話で相談してください。で、まあ、あのちょっとずつでも痒みがね収まってて、まあまあだったら1週間後に見せてください。であんまりひどくないようだったら、まあ、とりあえず相談して途中で見せてもらうこともありかもしれませんね。ここまででちょっといっぱい喋っちゃったけど質問あります？大丈夫です。大丈夫です。で、あと食べ物なんだけど、今食べてるものプラスね、そうそう、おすすめの野菜をちょっと話しよう。今やってるのも全然いいですね。で、あの BCA ってわかります？はい、アミノ酸なんですけど、筋肉を作るアミノ酸。一回リスタートしていきます。はい。